ラストレターは中国でもシーファの手紙っていうタイトルで作ったんですけど、その元になってたのはチャンオクの手紙っていう、それは韓国でベドゥナさんを主人公にしたショートストーリーがあって、ショートフィルムがあって、それを拡張してこう、だから韓国、中国、日本っていうこう3カ所をこう巡りながら、旅をしながら撮影した作品なんですけど、楽しかったですね。